楽編の初回ですね。梶原さんといえばドラムです。で、ロックミュージックです。そんな梶原さんの感性とともにロックのお話をいろいろと伺っていきたいと思います。なるほど。はい。お願いします。お願いいたします。はい。ロックとのなんか出会いというか、どういうきっかけで始められることになったんですか？そうですね。まあちょっとそこで、まあ、本気でプロになって、もうロックで生きていこうと思ったら、やっぱりパンクが背中を押してくれたみたいなとこありますね。ドラムはもともとされてたっていうことですか？いやいや、これがね、はい、不思議なんだけど、例えばビートルズを見るとさ、ボーカルのポール・マッカートニー、ジョン・レノン、やっぱり一番男前って言われてたのはギターのジョージ・ハリスンで、っていうところに目が行くのが普通なんですけど、はい、私はなんか知らないけど、はい、ドラムのリンゴスター、もうだからドラムが好きだったのかリンゴスターが好きだったのか分かんないんですけれども、はい、もう最初からドラムだったんですよ。ドラム大好きってすぐなって、あ、ドラムかっこいいっていう感じになって、はい、まあその中学校の頃だからドラムをやるっていうことはなかったんですけれども、うん、で不登校になってるうちに家でなんか枕をね、タン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 って叩き始めた、座布団叩き始めたりとか、で親父に怒られて大喧嘩してとかまあよくあるストーリーですけど、まあ本当によくあるストーリーですけどね、高3の文化祭で初めてバンドデビューして、まあその前の夏休みぐらいでバンドのまあちょっと勉強できないチームと仲良くなって、もう進学は適当なところでみたいなところでも諦めたやつらと夏休みに仲良くなって、じゃあ高3の文化祭最後ちょっとバンド組んでやろうぜみたいな。青春ですね。青春だよね。もうありふれてるよね。まあ、そこからなんかドラムを本格的に始めてっていう感じですね。そこから本当にプロになるからすごいですよね。いや、珍しいけどね、高校でドラム始めたじゃないですか、はい、やっぱりプロになる人っていうのは小学生ぐらいから始めてるのが普通だから、まあ、パンクっていう一つのムーブメントがあってっていうのもあったかもしれないし、うん、なんか不思議なもんですよね。うーん、すごいですね。かっこいいっすいやいや、試してください。いや、もう私もね、なんかバンドの演奏とかの叩いてみた動画とかめっちゃ好きなんで。ああ、そうなの。あのアミさんのやつとかめっちゃ見てます。アミちゃんうまいんだよ。めっちゃうまいね、あの子。到底私が叩けないようなテクニックを軽々と叩いております。はい、いつまで経ってもこの憧れだけは消えないです。まあなんか年代的にはうちらの年代は普通に人力でやってた時代だから、今はもうコンピューターっていうかパソコンあったら音楽作れて、最後になんかギター録音したり、はい、ボーカル録音したりで一人でできちゃうじゃないですか。まあこれはテクノロジーのね進化ですごくいいとこでもあるんですけれども、うん、まあうちらの時代はもうまずなんか仲間って感じですよね。まあなんかどうしようもない奴らが集まってみたいなところから始まって、それぞれのパートが決まって、で好きなバンドがいて、それのカバーから始まってっていうんで、でスタジオになんかね週1回なり入るのがもうものすごく楽しみで、もうほんと楽しみだったね、はい、でまあ他の友達のバンドがね練習してたりしたらちょっと見学に行っていいとか言って、ちょっとライバルの偵察みたいな、はい、感じでね、まあそういうのも楽しいっていう感じやけどね、まあバンド仲間が集まって楽しくやってたっていう感じですよね、はい、私も結構こうブルーハーツさんもそうですけど、好きなバンドの曲とか聴きながら全然叩けないですけど、とりあえずなんかドラム叩いてる風の真似して遊ぶみたいなしてますね。それが始まるよ、はい、もうどんだけ枕叩きまくったかっていう、はい、なりきってそうそうリンゴスターになりきったりとか全然叩けてないけど叩けたフリーしてみたいな、楽しいよね、はい、それこそロックっていうことですね。そうそう、楽しんでくれたらいいんじゃないかなと思いますけどもね、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、ロックについては梶原さんのロックとの出会い始まりを、うん、はい、伺いましてありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、まあ、お話でもありましたけど、ビートルズっていう名前が出てきまして、ちょっとまあせっかくなので今後はですね、そういったビートルズだったりとか、まあ、他のロックバンド
グループについてちょっと梶原さんと一緒にいろいろ今までの、まあ、経歴や輝かしい歴史っていうものも一緒に語りながら配信していけたらいいなと思っておりますので、はい、こちらの方もぜひ楽しみにお待ちください、はい、ということで本日は梶原さんとロックの出会いという第1回目でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた次回お待ちします。ありがとうございました。